ただき、開けるぞ。何が出るかなっと。
クロンスマッシュ。命令しろ。オッケー、カッターウェブヒーリング、ワイルドサイズ、キルサイズ、ニュークラッター、ホーラダー、リタイラセフネロ、フィンジャー、ボイカッター、気がついた、ホーラダー、ホーラダー、フィンジャー、生き残れんぞだよね。ダブルスピンエッジ、時間を、かっこいい響きだね。どんなピンチにも閃光のごとく駆けつけるんですもん。何が出るかなっと。ですよね。そこ、よし、やってやる。兄貴の足を引っ張らないようにここでも、はい、うん、ドングリーの消えてくれ、カッター、ウェルカモン、トゥーティー、グレイ、グローリーカモン、さすが、ドロメモ、何が出るかなと。大地の恵みに感謝ですよね。やってやる。はい、一緒に頑張りましょう。くるくるー、はい、しましょう。やっ、うわー、どうも、メルムペ、いいね、ここが帝国首都か。シガサワ君も花のパワーアップに使えるジャンクパーツを売ってないか探
探しに行くもご主人、どうせなら新品のパーツ買ってほしいですもん。もしもし、あなたはトラさんですか？もうご無沙汰しておりますもん。むいむいですもん。おっちゃん、トラのことを知ってるのかも。ああ、覚えていただけてないですもん。むいむいですもん。あなたのおじいさま、先祖博士の助手だったむいむいですもん。薄っぺらいからすっかり忘れてたもん。トラ、それはひどいよ。いえいえ、とんでもないですもん。あの頃トラさんはまだ幼かったから無理ないですもん。それにご主人の頭の中は花をパワーアップさせることでいっぱいいっぱいだったですもん。なんとこれは実行ブレードじゃないですかもん。そうだもん、じいちゃんと父ちゃんが残した設計図をもとにトラが完成させたんだもん。素晴らしいですもん。先祖博士が生きていたらきっと喜ばれたに違いないですもん。むいむい、父ちゃんがどこへ行ったか知らないかも。研究所が襲われたあの日、私はお使いに出ていて、戻ってきたら先祖博士のご遺体を見つけたんですもん。けど盾蔵博士のお姿はどこにも。そっか、ムイムイも知らないんだもん。がっかりするのですもん、ご主人。きっと会える日が来ますもん。根拠は全くないですけども。皆さん、この町に着いたばかりのご様子なのにお引き止めしてしまいましたもん。この先に知り合いの宿がありますもん。温泉が有名なところで、よければお安く泊まれるように口を聞いておきますもん。むいむい、いいやつもん。おめでとうございます。
お宝回収。心を落ち着けて。お宝回収。さっ。
ことですも。旅の疲れが吹っ飛びますも。ますもって、あんた風呂入って平気なの？錆びちゃうんじゃない？大丈夫ですも。花は特殊合金製、錆び知らず、オイルいらずですも。ドラって案外すごいんだね。ご主人は最高の人工ブレード技師ですも。わあ、ホモラ先に入らせてもらってるよ。って光？なんで？なんでってダメかしら？いや、ダメじゃないけど。ナイスバディだな。ありがとう。温泉があるって言ったら、ひかりちゃん絶対に入りたいって言うから。で、入りに来たってわけ。忙しいね、あんたら。そうしてくれると助かる。わかった。じゃあ話さない。悪いね。いいお湯だったね。光、嬉しそうですもん。そりゃ500年ぶりの温泉ですもの。堪能させてもらわなきゃ。いつでも変われんの？ホムラに？もちろん。記憶は共有しているから、どちらでいても不都合はないんです。はあ、便利なもんだね。ねえ、今の音何？わかりません。何やら事件のようですが。気になるな。行ってみよう。あ、あーって何？え、いや、光だなって。あの子の方がいい？別にそういうわけじゃ。そう。ねえ、提案があるんだけど。どうしたの？改まって。少しこっちメインでいてもいい？こっちって光でってこと？起きてそんなに経ってないから、私も君もこの力に慣れた方がいいと思う。光ちゃんと相談したんです。光ちゃんの力は強力だけど、反対に屋内や洞窟じゃ使いにくいでしょ。いろんな状況に対応できるようになるのがいいんじゃないかって。もちろん大賛成。俺も君のことをもっとよく知りたいしね。何よ急に。私もあの子も基本的には同じだから。そうかな。光の方が当たりがきついんだけど。仕方ないでしょ、そういう性格なんだから。ほら、そういうとこ。なんで笑ってるのよ。いや、楽しいなって。ホムラと出会っていろいろ経験できたからね。そして今度は君と出会えた。楽しいことばかりじゃなかったはずでしょ。なのになぜ？辛いことも明日の自分の糧になる、そう考えちゃダメかな。前向きなんだ。前しか見てないってじっちゃんにたまに怒られるけど。しょっちゅうの間違いじゃろ。あ
そこじゃない？みたいね。おめでとうございます。私、変われたかな。こんなことにも私の力が使えちゃうなんて。バカな、当たっているはずなのにブレイドなのか。いや違う。やってやる。ジェロー、うむ、お見事じゃ。こんなん朝飯前。いってね、先手を取られた。まだ。お宝回収。
俺たちの力見せてやろう。なかなかやりよるの。もっと褒めてくれてもいいんだよ。楽勝楽勝。バイク、マナの体ってどうなってんの。ビシークレットですもん。情報提供にはゴールドが必要ですもん。よっと、いいよ、相手になってやる。ゴールドの力を吸い取って。おめでとうございます。いない、どこに行ったの。トラ、お前さっきのやつ知ってるのか。何やら花に雰囲気が似てたが。あいつキクだもん。キク、トラのじいちゃんと父ちゃんが作ってた人工ブレードだもん。見間違えるはずないもん。ご主人、近くにエーテル露伴の上ですもん。やっぱり聞く。エーテル露伴の確認、作戦開始。私の力見せてやろう。さっさとやる。何ってこない。ロケットにも全然ダメじゃん。何ってこない。カミカミバンチ。何やつも。はっ。じゃあだー。ラブルカミカミバンチ。アンカスモン。離せとカリカス。カミカミバンチ。カミカミバンチ。いいね。ダブルショーラー。アンカスモン。アンカスモン。Yeah!
ロケットキック。わたしの雲くらって。オッケー、肩からの設定。お前クロックマン、攻撃失敗。スラッシュワイルドサイクル。決めするも、マカニックブラインドエリオ。わーっと、サイクロンスマッシュ。ダイナマイトバンのバリア。ハナ、クズラッタ。ヒバラ、私の出番です。スラッシュリング。あんたの出番だ。ワイルドサイクル見せてくれ。ダメージ大。はっ、じゃがー。ガム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 。おい、大丈夫か。今だ、あった。あとがしろ。ワイルドバンド。バイルドバンド。ワイルドバンド。ゲッツロケットキック。見せる気持ち。いいね。ガム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 。サンキュー。アメイジング。ニア、頼む。ニア様の出番だよ。弾けて。ストラ、マナ、
ルパワーでしょ。マグニフィセント デストロイヤー。作戦遂行は困難、戦術的撤退が必要と判断。待っても、キク！いない。エーテル露伴の消失、逃がしてしまったようですも。キク、あれは先祖おじいちゃんと盾蔵父ちゃんが開発してたキクだったもん。じいちゃんも父ちゃんもトラもドライバーに憧れてたもん。でも3人とも適性がなかったもん。だからみんなでドライバー適性がなくても同調できる人工ブレードを作ろうと思ったんだもん。でも、逃げるもトラ、これを持って遠くへ、そしていつかお前の手で。その後トラはトリゴの町に隠れ住んで、父ちゃんから託された設計図とエーテル炉をもとに花を作ったんだもん。襲ってきた連中の正体はわからないの？正体はわからないけど、キクを奪おうとしていたのは間違いないもん。その連中の目的がキクだったとして、それがなぜ今スペルビアに？帝国兵に追われてたみたいだったけど。わからないもん。もう一つ、もっとわからないことがあるもん。どんな？研究所が襲われた時、キクは未完成だったもん。あれを仕上げられるのは父ちゃんしかいないもん。ってことは、トラの親父さんはまだ生きているってことかの？父ちゃん、きっとあいつらに捕まって。そこの者たち、動くな！帝国軍か。本当は一別以来だな、天の聖杯のドライバー。メレフ様、あいつです。あの機械仕掛けの少女は我々の分際を。はぁ、ちょっと待ってくれ。なんでそういう話になんだよ。おそらく姉様やがったことを花の仕業だと間違えてるんですよ。レックスと言ったか。残念だ。まさか君たちが一連の事件の犯人だったとは。事件の犯人って何のだよ。俺たちじゃない、勘違いだって。
することからじゃねえってさ。やらせるか。コンセントレーション。おとなしく拾ってんだ。やらせるか。何してる。おとなしく拾ってんだ。何してる。やらせるか。おとなしく拾ってんだ。よくやらせるか。おとなしく拾ってんだ。やらせるか。おとなしく拾ってんだ。俺だって横目何の力を俺だって拾ってんだ。やらせるか。そこだ。俺の手ここまでやらせるか。俺だってやらせるか。俺だってローリングスマッシュ。
リングスマッシュ。ザク出番が来たぜ。ごめんね、サイクロンスマッシュ。力を放てね、カリュウ。そうラウンドヒーリング。私が痛いだなの。ガチガチヒールド。レッカー、サイクロンスマッシュ。そうしてワイルドサイズ。力を放てね、パワースパイク。サイズをくれ、ストロング。ハーン、ラウンドヒーリング。エンマ、カッター。いや、ドルフィンスクリーンショーからいた。モフモフなスパンガチガチヒールド。準備はできた。ハッケー、敵のキャプテンをかけるよ。レッカーハッケミーコンプレイトレーショング。グランツー急いで。一番いけるよ、こちら。3の方で行くぞ。ハッチドルフィンスクリーンショーから。メッパーハッチドルフィンスクリーンショーから。オッケー。そしてマイオンラバで死なない。ハッチブレイク。ということで、やるようになったな、少年。光、わかってる。あの力は使わないでしょ。因果力強速だけでしのいで、どうしても攻撃が必要な時はホムラに変わるわ。頼む。天の聖杯、容姿が変わったようだが、何があった？教えてほしけりゃ剣を引け、このわからずや。君を告してからじっくり聞かせてもらうさ。レックス、予測直後にホムラに切り替わるわ。了解。まさかかわされた。お返しだ。メラ様、聖杯の姿が。自在というわけか。いっけホムラ。当てる必要ないですよね。さすが、よくわかってらっしゃる。また手心を加えるつもりか、少年。あんたと戦う理由がないだけだよ。双方、そこまでも。君は確かアバリティア商会諜報局。メレフ様、剣を引いてくださいも。軍施設に侵入し兵士たちを襲ったのはこの人たちではありませんも。では兵士たちを襲ったのはそこにいる機械仕掛けのブレイドではないというのだな。似てるけど違いますも。ニルにしっかり見ましたも。この国について以来監視されているとは気づいていましたが、不快な思いをさせてしまってごめんなさいも。ニルにアバリティア商会のことを内定してましたも。ああ、それで商会の交易船に乗ってきた私たちを見張ってたってわけ。その監視によって無実が証明されるとは皮肉なものですな。どうやらこちらの勘違いだったようだ。いきなり戦いを仕掛けた非礼をお詫びする。いや、いいよ。誰も怪我とかしてないし、誤解さえ解ければ。さあ、炎の貴公子殿に仕立てに出られてはせんかたなかろう。トーラは納得できないも。あまあまウインナー1年分で手を打つも。ご主人、みっともないですも。まあ、私の俸給でできる限りのことはさせていただこう。ところで、君たちと逃げた犯人の間にどんな関係があるのか聞かせてもらえないか。なるほど。ここは一時休戦の上、共闘と行きたいところだな。共闘じゃと？ああ、私たちはあの人工ブレイドを捕らえ、その背後にいる者の正体をつかみたい。虎の父君は話から推察するに
その者たちに囚われている公算が大きい。目的は一致すると思うが。そうなるのかな。下手に敵対するよりは申し出に応じた方が得策ね。帝国の宝珠カグツチの力はあんなものじゃない。彼女が本気を出せば私も手加減はできない。そうなればここは焦土と化すわ。天の聖杯にそこまで言っていただけるなんて光栄ね。あなたは忘れているだろうけど、以前何度か手合わせをしたことがあるの。そりゃもう手ごわいのなんの。そうなんだ。その話はまた今度。どうみんな。確かにあんまり敵に回したくないね。わかった。じゃあ今から俺たちは味方同士だ。私は一旦後宮に戻る。何か新しい情報を得たら一報をくれ。後宮の警備兵に取り次ぐよう伝えておこう。わかった。よろしいんですか、共闘なんて結んで。お前が本気でないのと同様、向こうだって本気ではない。なのにあれだけの力を行使する。興味が尽きないじゃないか。ドライバーとしての血ですか。そんなもんさ。それに、ん、あの少年といれば普段は見られない何かが見られるような気がするんだ。そんなことがあったのですもん。でも誤解が解けてよかったですもん。それじゃ俺たちは俺たちで菊の行方を探そう。私の方でも手がかりを探してみますもん。なんとしても盾蔵博士を見つけましょうもん。
シルバーランサー隊帰還いたしました。遅くなってごめん。お疲れさん、お疲れさん。